4、そしてびっくりマーク置きました。そうなんです。ここからですね、これ分かりますか、筑紫大さん、このマーク。ガオカ君はびっくりマークだね。入ってますね。で、大丈夫ですね、はい。で、4びっくりマークということなんですが、これはガオカさん、なんて呼ぶんですか。会場ですね。会場ってどう書くんですか。階段の階です。で、上ですか。で、この会場っていうのは、これ皆勤賞と思ったけど、皆勤賞はこっちなんだね。失敗しましたね、もうちょっと。皆勤賞って見ないの。まあまあ、だから本当は良くないんだけど、これ。なんで会場で書いてこの字なの。どうかなと。多分、1、2って階段みたいに上がっていくからだと思います。ああ、そのくらいアバウトです。あ、いいですか。ちょっとあなたが教えてるんで。だけど、まあ、階という言葉は、階勤賞とかこういう言葉があるように、全部ってことだよな。だからこれどういうことかって、4階乗っていうのは、4階乗と言いますよ。びっくりマークって言いませんよ。4×3×2×1 のことです。だから1までずっと階段のようにっていうふうに言ってたけど、全部かけていく。ということです。いいですね。じゃあ次の問題は、じゃあ次行ってみよう。まずこれいこう。じゃあ5階乗はじゃあいくらですか。そうですね、書きたくないですね。こういうふうになるわけですね。じゃあ次ですね。いいですか。初めてのことだからね。じゃあ次問題やって。10階乗分の10階乗分の11階乗ですね。これはどうなるかというと何になります。どうぞ。 10×9×、まあまあそうですね。 10×9×8×7×2×1 ですね。で上は 11×10 ですね。これさえね、下がるんですからね。 9×2×1 ですね。そしたら結局答えは、そうなんです。約分できるんです。7、7、2、2、1、1だから11になります。こういうことです。いいですか？初めて？大丈夫ね。こうなります。で、次は？3階乗×4階乗分の7階乗ですかね、これ。ひょっとして。で、これはどうなんでしょう？ちょっと計算しないとダメですね。7階乗って何ですか。まあ一応全部書かないと怪しいですね。4×3×2×1 と。すみません、斜めて。これ3階乗は3×2×1。まあここに書いておきましょうかね。約分を考えて。で次これ4階乗は4×3×2×1。そうですね。そしたらまあこれが消えて、まあ4が消えて、3、2が6が消えて、7、5、35とかなるんですけど、まあいいでしょう。こういうふうに計算するんだということです。わかりましたか？はい。メモを取りますか？取るのでもないですね。じゃあ問題はなぜこのマークを使うかですね。そこでしょう。早い話が。で、このマークを使うかっていうとね、こうなんです。ここから話になるとね。じゃあ、ちょっと次の問題読んでみましょう。はい、どうぞ。ですね。旗ですよね。これ言いましょう。はい、どうぞ読んでください。となる6種類の旗の中から。6種類あるわけね。まあ、だから6カ国が来るんでしょう。6カ国競技じゃないけど、あんまりそういうこと言っちゃいけないですけど。ね、中国とかなんとか、6種類の旗が。旗漢字、調べてくださいね。はい。で、4本の旗を取り出す。そして一列に並べるというふうになりますね。はい、それでそれからそれから、その方法は全部で納得をやる。あ、なんというか、そこで君の中学校というか心、真心でいくと、どうやって解こうか、どうやって解こうと思う。いや、素直な気持ちで。受験生、やっぱりそう言うんだよね、みんな。昨日も言われたもんね。
いや、別にいいですよね。でも今学んだ君としては新生よ、フレッシュよね。いいですか。いや君がそう、いや別にいいです。受験図で、じゃ受験図でいいでしょうけど、じゃいや別に君が悪いわけじゃありません。でそこで技を教えます。技を教えます。6種類の旗が4本を取り出すってことは、で1列並べるよね。したら1列に並べるってことは1,2,3,4 と並ぶわけですな。はいはい、こうなるわけです。はい、そしてですね、ここに入るのは何通りでしょう。みんな言うんですよ、実は4。だからこれはなんかかなり考えないか、ね、中学校の教科書がそういう仕組みになってるのかな。旗は6種類ありますよね。中国、日本、北朝鮮、あんまり言っちゃダメですね、6種類ありますよね。したらさ、ここある4って言ったよね。それってどっか2つ外すっちゃう、それまずいじゃない。したらここ何通りですか。6ですよね、多分そうですね、6通りやっとかないとまずいですよね。そうですね、じゃあ次ここは何通りでしょう。5だよね。なんで5になったの。じゃあちょっと、いや分かって合ってるんですけど、なんで5なの。いや素直な気持ちでいいんだよ。いや別にいいんだよ。いや合ってるんだけど、なんで5なの。なんとなくで、筑紫大さんな。最初に1列か、最初に1つ使ってた。そう、使っちゃったんだよ。だから6の中にこれ中国が入ったら、中国日本ってダメなのよ。わかるでしょ。僕中国へ行っちゃったら、ここは中国以外の国の5カ国なんだよね。あ、もちろん日本でもいいんですよ、6種類あるんだからね。じゃあ次はここ何通り。 4だよね。なんでって聞いたら意地悪だよね。もう日本使ってるからね。ここは3だね。こうなります。で問題はこれです。この6、5、4、3をどうするかで、これ書けるんです。なぜ書けるか。なぜ書けるの。どうぞ。そう、これこそ君の言った樹形図ですよ。要するに 6種類あるでしょ。3、4、5、6。それから5本ずつ。5本ずつ。あ、嫌だ嫌だ、これ書きたくないな。書きたくねえな。まあ分かりますよね、僕5本ずつ。そこでまた4本ずつってなるんじゃないですか。だから結局 6×5×4×3 ってなります。分かりますね。で問題は次ですね、この計算の仕方を 6P4 と書きます。初めてですね、これ。知ってました。あ、受験生で分からんでしょうね、まだね。あ、まあいいや、君でいいね。分かる分かる、初めてね。 6P4 と書きます。なんとなく分かるかも。まあ、じゃあちなみにいこうか。 8P3 ってなったら 8×7×6 でございます。なんか分かってきたでしょ、規則性が。したら 11P になったらどうなると思う。 11×10 ですね。これストップですよね。分かりますよね。そしたら気になる気になる 5P5 はどうなんでしょう。ですね。でこれ何ですか。そう、いや、その記憶力があるね。入ってます。下入ってますね。だからちょっとこう戻りますと、要するにこれが 5P5 と同じになるということになります。やっとここで話がつながったんです。いいですね。だから、この階乗っていうのを使うのは 5P5 っていうのを5階乗と書きます。 6P6 やったら6階乗ですね。こういうことになります。ってことは、そこで分かったと思うけど、5P8 とかはないってことだよね。ないってことだよね、これはね。定義されません。ここの数字とこの数字が同じなんで、これアウトです、ダメです。いいですね。したら、ちょっとここまでメモります。はい。